こんにちは、マロです。いやー、暑くなってまいりましたね。まあ、本格的にね、夏シーズン到来っていう感じなんですけども、ただね、まだ毎日ね、雨が多くて、僕はね、晴れた日なんか外でね、筋トレしたり走ったりしております。まあ、僕みたいなですね、しょっぱい引きこもり野郎は、外でね、太陽の光を浴びないとビタミンなんちゃらが製造されなくてね、やばいって言いますからね。そこを意識してですね、ジムとかに行くんじゃなくて、体を焼きながら、まあ、走ったりだとか、腕立てバーピーなんかをしたりしてね、運動しております。でも2時間ぐらいが限界ですね。それ以上外で運動してるともう頭がクラクラしてくる。まあ、水分持っていってるんでね、倒れたりすることはないんですけども、それでも2時間が限界です。皆さんもですね、自粛生活の中、まあ、外を走ったりしてね、気分転換されてる方も非常に多いと思うんですけども、熱中症本当気をつけてくださいね。無理はしないように。もし倒れそうになったら、こちらまでご連絡いただければ、僕が口移しでアクエリアスを飲ませて差し上げますから。男性でも大丈夫ですよ。僕はバイセクシャルですから。え、俺はポカリ派？知らねえよ。さて本題なんですけど、皆さん、アップルがですね、秋の発売に向けてとんでもないものをね、開発してるのはご存知でしょうか。それがですね、なんと iPad mini 第6世代でございます。最近ですね、精度の高い情報を発信しているリーカーだとか、そのメディアがですね、この秋に iPad6 が登場すると報じて話題になっております。現行モデルがですね、2019年の3月に発売されたので、約2年半ぶりのアップデートになるというわけですね。しかもそのアップデートはとんでもない内容になるみたいです。果たして iPad mini 6は本当に登場するんでしょうか。やめろ、死にたくない。え、じゃあ、いっぱい運動した。その後はアサヒスーパードライ。キンキンに冷えてやがる。おいしい。これ国産麦 100% の麦とかホップとかで、なんかいろいろ、すごい。アサヒスーパードライ。やっぱり夏はスーパードライでしょ。情報元はですね、海外メディアのブルームバーグのマーク・ガーマン記者が iPad mini 6に関するレポートを公開したことで、発売する可能性が高くなったと注目を浴びてます。マーク・ガーマン記者はね、昨年9月のアップルの発表イベントの内容を的中させたりだとか、まあ、登場する製品を当てたりして、かなり高い精度の情報を持っている人物ですね。さすがはね、メディアの敏腕記者といったところでしょうか。アップルのね、かなり近いところに情報源を持っていると考えられてます。そのマーク・ガーマンさんがですね、週一で発行されるニュースレターパワーオンによりますと、アップルはですね、 iPad mini 6をですね、秋の発売に向けて現在準備を進めているとコメントしております。 iPad mini 6がですね、開発されているという情報は結構前から出てるんですけども、どんなモデルになるのか非常に注目です。現行モデルのベゼルを補足したホームボタン式になるのか、それとも iPad Air のようにフルディスプレイモデルになるのか、ここが最大の注目のポイントですね。そしてマークさんはですね、 iPad mini 6の仕様に関しても言及しております。それがこちら、 iPad mini 6、 iPad Air 4世代と同じデザインを採用、つまりフルディスプレイになるということですね。これマジか。僕もなんだかんだね、フルディスプレイの iPad mini の登場を望んでましたので、これは嬉しい。フルディスプレイになるのはもっと後で、今回はですね、ホームボタン式が採用されるっていう可能性が非常に高かったですからね。ここに来てフルディスプレイモデルを採用する可能性が高くなったっていうのは、これはちょっとびっくりです。そして最新プロセッサー搭載、これはどうでしょうかね。発売時期が秋ということで、 iPhone 13と、同じぐらいのタイミングで登場すると思われるんですが、そうなると A15 チップが採用されるということでしょうか。去年発売された iPad Air 4世代も、iPhone 12と同じタイミングで登場して、最新の A14 チップが搭載されましたからね。そう考えるとミニに A15 チップが搭載されても全然おかしくはないか。14でも15でも普段使いにももう十分すぎるほどパワフルなので、どっちが採用されても全然問題はないんですけどね。そして生体認証なんですが、生体認証は iPad Air 4と同じ電源ボタン式のタッチ ID が採用されるとのこと。今の時代はタッチ ID の方が使いやすいので、Face ID が搭載されなくても大きなデメリットにはならないですね。もちろんね、両方搭載されるのが最高なんですけども、でもそんなわがままは言いません。Face ID まで採用されたらコスト爆上がりしそうですからね。そして端子はライトニングではなく USB Type-C を採用。ミニとはいえファイルアプリが使いやすくなったり、カメラとか SSD とか、外部機材との連携性も非常に良くなりましたからね。iPad に Type-C が採用されるのは、これは嬉しいポイントですね。プロはサンダーボルト端子になったんですが、ミニがサンダーボルト端子になるという話は出てきてないので、高速のデータ転送はプロだけの機能になりそうです。そして
してびっくりしたのがですね、ミニ向けの新しい Apple Pencil が登場するとのこと。これマジ？たださ、このペンシルに関して iPad って特にプロがアップデートする前、必ずと言っていいほど新しいペンシルが登場するって言われてるんですよね。今年もですね、プロが発売される前にペンシルの第3世代が登場するっていう情報が出てきてましたから、 iPhone もさ、毎年 Apple Pencil 対応して iPhone 向けのペンシルが出てくるっていうね、情報が出てきてますので、ペンシルに関してはちょっと信憑性は低いかな。登場するとしてもクレヨンみたいなライトに使える別のスタイラスツールが登場しそうですよね。とまあですね、このような仕様になるということで、マーク・ガーマンさんはですね、まあ、iPad mini が登場して9年が経ちますけども、その中で最大のアップデートになるとコメントしております。ちなみにですね、このフルディスプレイの iPad mini に関しては Apple の情報に精通しているあんまミストのミンチーコーさんも 8.5 インチから9インチのフルディスプレイのミニが開発されているとコメントしておりますし、精度の高いリーカーのジョン・プロッサーさんもですね、 iPad mini がフルディスプレイになって、そして USB Type-C と電源ボタン式のタッチ ID に対応する可能性が高いとコメントしております。かなり有名どころリーカーだとか情報発信者がこのフルディスプレイのミニが開発されていると予測してるんですね。ここに来てホームボタン式ではなくてですね、フルディスプレイの iPad mini が秋に登場する可能性がぐんと高くなってまいりました。いいね、今年の秋めちゃくちゃ豊作じゃないですか。今現在ですね、秋に登場する Apple 製品をまとめるとこんな感じ、まあ、iPhone 13シリーズですね、まあ、12と同じ、まあ、5.4 インチから 6.7 インチの4つのラインナップ、そして Apple Watch シリーズ7でしょ、そして AirPods 3も秋に登場するって言われてますよね。そして MacBook Pro 16インチと14インチ。そして iPad 無印9世代と今回の iPad mini 6。やばいね、めちゃくちゃ豊作じゃん。全部欲しいわ。僕らみたいな人間はね、どんだけ金かかんだよっていう感じなんですけども。僕のコメント欄でもなんだかんだ新型のミニ望む声めちゃくちゃ多いですからね。そしてやっぱりね、フルディスプレイのミニを求める声が非常に多いです。ただ一つ心配なのがね、お値段ですよ。まあ去年の Air もですね、前作から大きくリニューアルされて値段が1万円ぐらいアップしましたからね。まあミニも間違いなく値段はアップするでしょうね。ミニはね、現行モデルが登場した時は最新のチップを乗っけて、そしてフルラミネーションディスプレイみたいな快適装備もついて、まあ、そして値段がですね、まあ、税別なんですけども4万円台っていう価格設定が非常に魅力で、僕個人的には一番コスパがいい iPad だなと思ってたんですけども、しかも Air はですね、プロのデザインや、まあ、部品なんかもね、ある程度流用できたと思うんですけど、このサイズのフルディスプレイの製品って出てないですからね。開発にもですね、エアーよりコストがかかるような気がしますので、まあエアーと同じですね、最低でも1万円はねアップすると思います。現行モデルがですね、一番安いもので税込み5万380円ですから、まあプラス1万円でしょ、ですから6万は軽くオーバーしそうですね。ミニに6万円か、ちょっと厳しいんじゃないかな。そこだけが心配です。でも読書や漫画を読んだりスマホゲームをするにはもうベストなサイズがこのミニだと思いますので、最高のコンテンツ消費マシンになることは間違いないでしょう。というわけで、 iPad mini 6世代がフルディスプレイになってこの秋に登場するというお話でしたが、いかがでしたでしょうか。これが事実ならさ、今年の iPhone よりもこっち狙うわっていう方も多いんじゃないですかね。この秋注目度ナンバーワンのアイテムになると思います。皆さんはこの iPad mini 6世代買いますか、それともいかがわしいことにお金を使いますか。ぜひコメント欄でご意見教えてください。僕はね、両方です。秋ってさ、言うてる間というかもうすぐですので、あと2ヶ月後には発表されてるかもしれませんからね、まあ、これからね、新しい情報もどんどん出てくると思いますので、また動画の中で紹介してまいりたいと思います。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。